無駄に争いを長引かせたくない。私が迅速に父上を倒そう。わかりました。全軍、進軍を援護してください。尊敬様、私もお供いたします。ありがとう、戦士。お前はいつも私の心に寄り添ってくれるよ。主前部、帝砲殿、前線はお任せします。敵軍を引きつけておいてください。分かった、俺たちに任せてくれ。なぜ孫権殿は信長と組んだのか、殿が明らかにされるまで耐えん。思ったより敵が少ない。敵軍には周囲殿もいるはず。何かの策だと考えるべきでしょうね。孫権様に会いたいなら私を倒してください。戦いたくはないよ。仕方ない。孫権様、止まって、それ以上進んじゃダメ。いや、悪いな。ここは通してもらう。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。シュウユ様のためだもん。ここは通さないから。私も引くわけには参りません。尊敬様のため道を開けてもらいます。やられちゃった。けど役目は果てたみたい。尊敬様、尊敬様、ごめんなさい。父上、軍を引きください。ケン、その話はもう終わったはずだ。父を引かせたくば力ずくで来い。どうしたケン、この程度で俺は倒せんぞ。やはり父上はお強い。親父、あとは任せてくれ。ここは俺がいれば十分だ。おう、策か。剣の刃にはまだ迷いがある。やはり兄上の軍が控えていたか。殿、一度お下がりください。例の手を使います。分かった、頼むぞリクソン。敵軍の分断は成功したぞ孫策。よっしゃ、このまま押し通す。鮮やかなお手並みですね。思わず見とれてしまいました。愚かな。よし、増援部隊を投入せよ。大砲が槍にかけ。増援はこれだけではない。果たして耐えられるかな。大砲が槍にかけ。総員ひるまずを射せ。お前の活躍が俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。お前は我が子とさせてもらう。ボスがありすぎる。第二陣出陣せよ。やったな、俺も前線に出たいぜ。ダメだ孫策、君は待機していてくれ。田口よ、来い。万来将手八これや。相手にとって不足なす。お手合わせ願おうか。よし、このまま畳みかける。行くぞ。奥の手はまだなのか。まだです、もう少し耐えてください。よし、本陣を叩け。リクソンのやつ、動かねえな。
伏兵とかあるんじゃないか。リクソンの才能豊かな若者、気を緩めるわけにはいかんな。任せたな、親子揃って援護に来てやったぜ。大使、孫権殿の指揮のもと包囲作戦に参加する。間に合いましたか。敵に気づかれないよう囲んでくれましたね。なるほど、剣は苦戦を装っていたのか。援軍の動きから我らの目をそらすために。ケンニー様のこと甘く見すぎたみたいね。いつの間にか成長しているものだな。この父も決死の覚悟で戦わねばなるまい。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。お前の活躍が俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。俺は孫権の相手をする。お前は奴の娘を頼む。わかりました、お父様。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。みんなよく耐えてくれた。今度は我らが攻める番だ。はい、参りましょう孫権様。大使じゃ、お前も共に兄上のところへ行くか。はっ、喜んでお供しましょう。やってくれたな、ケン。俺も気合い入れていくぜ。兄上にはまだ及びませぬが、ここは是が非でも通していただきます。大使じ、いつかの再戦と行こうぜ。孫策殿、一丁やりますか。武をもって存分に語り合いましょう。さあ来やがれ。お前なんざ人ひねりだ。お前の活躍は俺の心に火をつける。ああ、負けていられないな。父様には戦う理由があるの。だからケン兄様、本気で行くわよ。分かっている、勝負。正々堂々勝負しよう。あなたなら同情するわ。家族同士で戦うことになってしまうわ。そうね、でも私は悲しくないの。家族だからこそまた同じ道を歩けると思うから。家族を信頼しているのね。戦う前にその言葉を聞けてよかった。よく前線を支えてくれました。さすがは主膳殿です。ああ、見たか陸さん、俺は家系だけの男じゃない。思わず見とれてしまいました。この孫文体を打ち負かすとは、見事なものだ。立派に成長したの。この喜び、天井を歩むがごときよ。